爪をキラキラにする。本当だ、なんか爪噛んでるじゃないこれ。いいよ言わなくて。噛んでるよね。何？汚いよ。汚くないよ。下、いや今からやっても遅いから。もなんか返したの？お化粧汚いな。またうるさいな。まだ汚いねこれ。なんかもうお絵描きしたの。これメイク道具ね。うるさい。今日はまあ本当にたまになんですけど、ビデオねちょっと撮ってました。本当はね娘だけのねあの動画にしたいんですけど、ちょっとね YouTube のね都合上私も一緒にねちょこちょこ出ます。机がなんか随分汚かったから、なんだよ。色塗ったこれ。色塗っちゃった。色塗ったの。あ、だからか。ああこれね、これ作ったんだ。うん、家は作った。これなんか自分で作ったんだね、うん、これや。ママに買ってもらった。ああこれバービーだ、うん、これクリスマスプレゼント。うん、バービーですね。クリスマスプレゼントと、あと同時に、うん、お誕生日のプレゼント。そうだね、うん、これ あと和歌山でもらったクリスマスプレゼント。ああこれ3個だ、うん、まあこれが今回のやつだね。うん、バービーで、これバービーの家。うん、あと一緒にこれとかこれとか。ああそれね、これとか。うん、いっぱい猫ちゃんとか。これまあこんなのですね。これは自分で作った。ああこれ作ったやつだ、うん、この前ね、この前ダイスで買ってきたやつだ、うん、それ自分で作ったのねこれ、うん、こんなのね自分で作りましたね。こんなやつね、うん、これがなんかあれだよね、犬がさ、なんかこれなんか産むんだっけ。うん、そう、変だけど産める。うん、こうやって、うん、なんかね、なんか犬が産むんだね、これ。こうやってね、こうやって産むんだね、これ。へっ、この子供を産んで産む仕組みになってますね、この、うん、終わった？OK。ちょっとプール行きてえな。行きたいよ、うん、早く。ちょっとたまにあれだ、二人で出かけよう。本当は温泉プール今日行きたかったけど、やってないからね。やってない、明日もやってない。やってない、休みだから。明後日もやってない。そう、あ、言ってことね、ここ住んでからあんまりちょっとねこの辺りのことあんまり知らなかったんですけど、ようやくねいろんな場所を見つけてきました。ということでちょっとねそこら辺にね行ってみたいと思ってます。アイススケートリンクとかですね、あとまあ、ちょっとした遊園地とか、あとプールとかね、スライダーもあるような、まあ、ちょっとしたね温水プールですから、まあそんなところも見つけましたね。冬でも遊べるようなまあ、そんな施設をですね、ちょっと行ってみたいと思ってます。はい、これ何？爪をキラキラにする。爪磨きね、うん、本当だ、なんか爪噛んでるじゃないこれ。いいよ言わなくて。なんで噛んでるじゃない。言わなくていいよ。爪がないよ、だってなんかカメラの前で言わなくていいよ。分かった、じゃあ噛まなきゃいいのに。じゃあ汚いって分かってるけどね。自分とは何もできない。ま、いいよもう。爪キラキラ見して。キラキラ。うるさい。